ぱりきっかけがリモートワークになったからで、なんか東京にいる意味ってあんまりなくなっちゃったかなっていうのがあって、週一会社に行かなきゃいけないので、あの通えるっていうところが大きくて、やっぱ新幹線があるのが大きかったですね。時にあの那須塩原は結構街と自然の距離が近いというか、ですぐ車で10分15分で自然豊かなレジャーが楽しめるので、そういうところのバランスがいいなと思って那須にしました。都会の便利さとかおしゃれさとかを捨てられないけど、なんか田舎を楽しみたいみたいな、移住初心者でも暮らしやすいなっていうのはありますね。なんか これから可能性がある街だなっていうのを感じていて、あの同じ世代の人が今作っていってるみたいな感じがあって、それになんか自分も参加できるんじゃないかみたいなワクワクがあって、その辺があの私たちに合ってるかなと思って選んだのは大きいです。栃木で子育てしたいと思ったのが私の方なので、自然豊かなところで3人の子供を育てたいなと思って、そんな気持ちで決めました。新幹線の駅がすごく近いので、あの行こうと思うと宇都宮とか東京とかにスッと行ける、東京に住んでた時よりもあの簡単にノーストレスで行けるっていうのがすごく気に入ってるところかもしれない。ゆったりしたお家も建てられて、そこで子育てができているので、それはすごいあの望んだ通りというか、でさらにやっぱりそのコロナがあったりとかすると余計痛感して、本当にあの時に栃木を選んでてよかったなっていうのはすごく思いましたね。実は出身が大田原市の野崎っていうところなんですけれども、一度東京に出て、まあ、その後いろんな海外とかも含めいろんなところ転々として、最終的に結婚した相手が栃木の人だったので、それで大田原に来ました。昔からの夢だったカフェをその敷地内とかでやりたいなって思っていて、ランチ用数種類とケーキとコーヒーを出すような本当にカフェっていう感じでやらせてもらってます。はい、人とのつながりとかあのご近所付き合いとか、昔からそういうのがあるのがまだ残っているのがすごくこの辺のいいところかなと思うので、そういう田舎で過ごすのはすごく楽しいなと思います。あの東京で働いていたんですけど、もう移住する5年前ぐらいからこのまま東京には住めないなっていう気持ちがすごい高まっていて、こう人のその何ですかね、忙しさとかそういったものがあのちょっと生きていくっていうのには少しあの難しいなっていうふうに感じることが多々ありましたね。農業がもともとやりたくて東京を離れて農業のお手伝いをさせてもらったりしてたんですけど、最終的に沖縄かなと思って、もういよいよここに移住するぞと思っていた時にあのコロナのことがありまして、でもその時にもう私は移住したいっていう気持ちがもう高まっていて、その時行けたあのよく行ってた那須っていうところにパッと移住してしまいました。これをしたいとかそういうこうビジョンがある人にとってはすごくこう活かしやすいのかなっていうところではありますね。あのチャレンジができるし、それに対してあの反応もすぐに出てくれる街なのではないかなっていうふうには思います。実は私は大学生の時に栃木県を出てから一度も帰ってこようと思ったことはなくて、帰省する分には楽しいんですが、あの住むにはちょっとやっぱり物足りないかなと思っていたんですね。ただこのコロナの時代になって、じゃあどうやって生きていきたいかなって、自分にとって何が一番大事なのかなっていうことを考えた時に、あの両親と
は祖母がおりますので、近くで生きていきたいなと思って、せっかくこんな豊かなところが故郷にあるので、そういったところで暮らしていきたいなと思ったのが大きなきっかけです。今仕事は地域おこし協力隊という仕事で役場の方に所属しているんですけれども、自分の時間を大切に地域の人と触れ合いながら心豊かに過ごしている感があります。この町の人に中川町のいいところを聞いた時に一番よく言われるのが何にもないんだよねっていう答えなんです。ただ私からすると何もないところがいいところで、自然体、観光地すぎない自然体の田舎を楽しんでもらえるところが一番いいところだと思っています。